はい、皆さんこんにちは。はい、みんな大好きワークマン大好きか知らないですけどちょっとワークマンに、買い出しというか、はい、ワークマン超してるんでね、はい、何を買いに来たかと言いますと、冬用のまず一つはね、冬用のグローブ、はい、もうね、まあ去年も言ってるんですけど、もうボロボロでね、あのゴールドウィンのまあバイク用のウィンターグローブ、もうね穴も開いて、その穴も開いてる上にね、防水テープを貼って使ってたんですけどね、もう何年も、さすがにねもう無理なんですよ。そう、中のゴアテックスのねフィルムももうちょっと怪しい、まあナップスパトロール行ってる時にはまあウィンターグローブね、バイク用のまあゴールドウィンに限らず、まあ私ゴールドウィン比較的好きなんですけど、いつもね見てるんですよ、ただね私ね、まあ、これ個人の好みなんですけど、ここのね甲のところに、プロテクターが入っているのが嫌いなんですよ、あんま好きじゃない、まあ、嫌いっていうほどではないけど、どうもねなんか、乗りにくいんですよ、今のねバイク用のグローブってみんなここにね、まあソフトタイプであっても比較的分厚いのがみんなここに入ってるし、だいたいここにハードのプロテクターがね、入ってるんですよね、まあね、あんまりそう好きじゃない、乗りにくいんですよ、なのでね、はい、ワークマンで買いました。どっか写真入れときますけど、ウィンターグローブね、はい、まあ、バイク用のだとね、どうしてもいいの買おうと思ったら1万円近くするんで、まあ、ワークマンだとね比較的安価に買えますから、ありがたいですよね。まあ最近ね飛ばさないし、まあもちろんね、安心感から言ったら手のひらとか、甲とかね、やっぱりプロテクター入ってるのは非常にねいいと思うんですけどね、まあこれは好みの問題です。はい、それとアンダー、タイツね、タイツねもういくつも持ってるんですよ、持ってるんですよ。寒がりだからどちらかというと冬すごく裏起毛のねあったかいやつ、とあと夏のその冷感クールのやつ、あのピシッとね、締めるっていうのかな、こうピタピタっとしてて、疲労軽減じゃないけどね、そのね中間がないんですよ。ダート林道行くとね結構歩いたりもするし、バイク起こしたり押したりもするから、結構ね冬でもね汗かくんですよ、でねさすがにちょっと冷感はねもうね寒いんですよ冷えるんだよかといってあの裏肝のね極暖みたいなやつは、まあ、真冬はいいんですけど、まあ汗かくとね、あんまなるべくなら汗かきたくないね、そういうのでね、だからそうじゃなくてある程度ピタッとしてて疲労軽減もできてっていうねアンダー、まあなおかつ汗かいた時に速乾性がねある程度あるのがやっぱり好ましいので、ちょっとねそういうのはあのもう少し季節外れ商品で箱の中に段ボールの中に入ってたやつをね、買いました。あとね長袖の、アンダーシャツ、これはねメリノウールのやつ、買いました。これもねだから真冬はもちろんあの裏肝のやつを着るんだけど、ちょうどねこの時期、あとその私ほら山歩きもやるんで、まあ、山歩きやってる もねあのダートと一緒で結構ねやっぱ汗かくんですよね。だから冷感じゃなく
着心地が良くて、速乾性をね、速乾させる速乾作用のあるアンダーがいいので、メリノウールね、はい、そうだからその3点を買いました。とりあえずね、まあ他にもちょっと欲しいのあったけど、まあとりあえずですね、まあでもその3つ買っても6000円ぐらい、したんでね、サイズ的にはね、私はね手は M だと思うんですけど、 L を買ったはずだな。まあ最悪ね、あの下にもう一枚あの裏肝のやつだったりも、インナーグローブね、つけてロングツーリングっていうことも、考えられるし、と思って一応 L か L をね買いました。いやワークマンとか本当ありがたいっすね今ね。まあだからね、比較的ワークマンはねやっぱり、こうバイク乗ってるとねありがたいっすよね。あのこれがいつ出るかわからないですけどね、明日アトランタからねニックさんが、はい、横浜に行きますんで、夜ちょっとね、何人かの方と一杯やろうかななんて、はい、そんな今日は日付なんですよ、はい。何日か前にねニックさん来て岡山行ったり、神戸行ったり、して、今日仙台行ってるのかな。で明日仙台から横浜に帰ってきて一泊ということなんで、横浜ね、どっかでニックさんと初めてお会いしてちょっと一杯ね、やれたらいいかなと、はい、そんな今日は日でございます。はい、ということで、またまた、はい、雑談の回でございますが申し訳ございませんツーリング動画、ツーリング動画ね、はい、もうまた、はい、バイクで走り行って作りますんで、その時はまたよろしければね遊びに来ていただければと思います。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。